どうも皆さんこんにちは。前回水なしでスライムブロックで TNT キャノンを簡単に作る方法という動画をアップしたんですけど、今回はその動画で紹介しました TNT キャノンと全く同じパターンの TNT キャノンを今回紹介したいと思います。パターンが同じということで別に威力が上がったとか飛距離が伸びたというわけではございませんのでご了承ください。ということで本日紹介する TNT キャノンはこちらになります。前回のと比べると縦に大きくなったかなっていう印象ですね。でも打ち出す機構は前回と全く同じです。ボタンを押すとこのように TNT キャノンが発射されます。こっちが前回の TNT キャノンですね。このように飛距離とかもね、まあ若干、まあそれでも同じくらいですね。というわけでこの TNT キャノンを早速作っていきましょう。使う材料はこちらになります。レッドストーンボタン、レッドストーンリピーター、ディスペンサー、あとネザー水晶ブロック、まあこちらのブロックは何でもいいです。そして粘着ピストン、スライムブロック、 TNT ということで作っていきましょう。まずは粘着ピストンを上向きでこのように設置します。その上にスライムブロックを置いてください。そして打ち出したい方向の反対側にブロックを2つ並べます。そしてレッドストーンリピーターを、もっと羊、レッドストーンリピーターをこの向きで、そしてレッドストーンを置きます。遅延はなしです。そしてもう一つブロックを置いて間を空けてここにブロックを設置します。そして十字を作ったら真ん中を空けてください。そしてディスペンサーをこの向きでセットします。そして粘着ピストンをこちらの向きでここにセットします。あとはこの粘着ピストンにもスライムブロックをセットします。そしてこの粘着ピストンの後ろ2つブロックありますが、この2つのブロックにレッドストーンを引きます。そしてこの空いているブロックにレッドストーンリピーターをこの向きでセットします。こっち向きじゃないので注意してください。この向きでセットしたら遅延は2にセットします。そしてボタンをこのディスペンサーの横のブロックにセットすれば完成です。 TNT を入れる前に動作確認をしておきましょう。問題がなければ TNT をセットします。これで TNT キャノンの完成です。本日の動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。